僕、日野江しのぎは、韓国、全羅北道部安軍出身のプロ野球選手。久保リーグのキュームヒーローズ所属。2005年、一時、ドラフト1位で、LG ツインズに保守として指名され、入団後に一塁手へ転校。2006年から2008年までは、国軍体育部隊でプレーし、2008年に2軍、北部リーグで、最多本塁打を記録。 2010年9月に試合中の衝突が原因で、左肘を負傷し、トミー・ジョン手術を受ける。2011年7月31日に、陳秀信と共に、総陣営、金政権との2対2の交換トレードでネクセンヒーローズへ移籍。移籍後は8月から4番で起用され、8月20日のキア・タイガース戦では、プロイリアと初のサヨナラ本塁打を放つ。シーズンでは、 初の2桁本塁打となる13本塁打を記録。オフには結婚を発表した。2012年4月15日のサムスン・ライオンズ戦で初の満塁本塁打を記録し、8月1日のハンファイーグルス戦では1試合3本塁打を記録。打撃面ではリーグ最多の31本塁打、105打点、長打率、561を記録し、 総類面でも20投類を記録する活躍で MVP とゴールデングラブ賞を受賞する。2013年はオールスターゲームに初選出された。シーズンでは2年連続のリーグ最多となる37本類打、117打点、長打率602を記録し、2年連続の MVP とゴールデングラブ賞を受賞した。2014年9月に開催された アジア大会の野球韓国代表に選出された。同大会では4番打者として、前後試合に出場し、優勝に貢献した。シーズンでは52本塁打、124打点と3年連続打撃にかもとなり、韓国プロ野球では2003年陳勝主、李承陽以来11年ぶりに50本塁打以上を記録した。2015年9月21日の NC、大の戦で、 韓国プロ野球史上初となる2年連続50本類代上を記録した。10月2日のロッテジャイアンツ戦では韓国プロ野球新記録となるシーズン146打点を達成。オフの10月7日に第1回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。同大会で韓国は大会初の優勝を果たした。11月に MLB 移籍のため、ポスティングシステムの講師を申請し、11月10日に、落札額1285万ドルで、ミネソタツインズが、独占交渉権を得た。2015年12月1日にミネソタツインズと1200万ドルの4年契約で、契約した。2016年のスプリングトレーニングでは20試合に、出場。打率、259、3本類が、 13打点、17三振の成績で、開幕ロースター入りした。ボルチモアオリオールズとの開幕戦で6番、指名打者として、先発起用され、メジャーデビュー。メジャー初打席は、三振に倒れたが、2打席目は、タイラー・ウィルソンから中堅へのメジャー初安打を放った。4月8日のカンザスシティロイヤルズ戦で、初本塁打を記録。 5月14日には1試合に本塁打など6月までに12本塁打を記録したが、速球が弱点であることを見抜かれ5月後半頃から大王に苦しみ、規定打席到達者ではメジャーワーストの打率191を記録するなど無安打の試合が続いたため7月1日にトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ降格したその後手首の手術を受けたこともあり2016年は メジャーへの最小格がないままシーズンを終えた。2017年2月3日にマット・ベライルの獲得に伴い、リーフとなり、獲得に手を挙げるた球団がなかったために、マイナー契約選手として残留することになった。ツインズのスプリングトレーニングには、招待選手として参加したものの、開幕後は、ツインズ参加のロチェスター・レッド・ウィングスに所属。 シーズンを通じて MLB へ昇格する機会はなかった。2017年11月27日にツインズから残り2年の契約を解除され自由契約となった。同日、フルスのネクセンヒーローズと年俸15億ウォンの1年契約を結び、韓国9回に復帰した。2019年は33本塁打で自身5度目の本塁打王となった。 オフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。2020年は故障で93試合のみの出場、21本類打にとどまった。ありがとうございます。